アンドレア・ストラマッチョーには、イタリア・ローマ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。ロムレアの下部組織で育ち、1990年に、ボローニャのプリマベーラに移籍する。1994年、イタリア国内の若手が集うトーナメントトルネを散ったり、ビニョーラでは、最優秀選手賞に輝き、将来を植望された。しかし同年に、 プロ契約を結ぶ直前、セリエ C コッパイタリア、エンポリセンに出場するも、試合中に相手選手と衝突。右膝半月板と人体に大怪我を負い、選手生命を絶たれた。約6年間のブランクを経た2000年、US ラティーナカルチョの下部組織で指導者としてのキャリアをスタートさせる。AS ローマの株組織では6年間在籍し、 その間に3つの異なるカテゴリーを指導して2度の優勝に導いた。これらの成功によってローマは育成部門の最上位、プリマベーラの監督への昇格を検討したが、クラブはアルベルト・デロシを続投させた。2011年にインテル・プリマベーラの監督に就任。2012年3月25日、U-19 世代のチャンピオンズリーグに相当する。 ネクストジェンシリーズの決勝でアヤックス・アムステルダムを下して優勝。その翌日の3月26日、成績不振により解任されたクラウディオ・ラニエリの後任としてトップチームの監督に電撃的に昇格した。就任後の9試合で5勝2分け2敗とチームの立て直しに成功すると、翌年の UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。 マッシン・モモラッティ会長がミラノダービーでの勝利を評価したこともあり、シーズン終了後に契約を更新し、2015年までの3年契約を結んだ。2012から13シーズンは、序盤はユベントスの無敗記録を49で止めるなど、順調だったが、負傷者続出などもあり、最終順位は9位という成績に終わった。シーズン終了後、解任が決定した。 2014から15シーズンからは、フランチェスコ・グイドリンが退任した、ウディネーゼ・カルチョの監督に就任することとなった。チームは16位と低迷し、シーズン終了後に解任された。2015年11月8日、パナシナイコス FC と2年半の契約を交わし、監督に就任。11月22日に行われたオリンピアコストのギリシャダービーで、初めて指揮を取った。 2017年5月28日、AC スパルタプラハの監督に就任した。チェコ一部リーグで外国人が監督を務めるのはこれが4人目となった。2018年3月6日、成績不振によって解任された。ありがとうございます。